カルマ。カルマ。コルマは、フィンランド出身のメロディックデスメタルバンド。バンド名は、カルマと表記されることもある。バンドは、自身の音楽性を、スワンプメタルとも呼んでいる。カルマとしての活動は1998年からで、あるが、1991年の結成から1998年までは、アンセスターというバンドであった。コルマは、 カレリア語で、ツーザグレーブを意味する言葉である。1991年に、フィンランド・オウルシュープ・ダシアルビで、ペッカ・コッコ・ペトリさんからによって、アンセスターが結成される。1992年に、アンシュセッパネンが加入し、同年にファーストデモ、イスリエル・ディボションをリリース。同デモは、アンシュセッパネンが中心で作曲を行った。このデモでは、 スピードメタルとスラッシュメタルを演奏していた。リリース後、アンシセッパネンガ脱退。脱退後、元、アンドロメダのアルティベテライネンガ加入し、ペッカコッコが、ベースからギターに転向。1993年にセカンドでも、With No String's Attached をリリース。どうでもでは、より純粋なスラッシュメタルに近い音楽性となった。ペッカコッコの兵役によって、 アンセスターが活動を停止すると、ベーシストのアルッティベテライネンは、かつてアンドロメダで活動を共にしていたヤルモ、プオラカナホと共に、マシントン D、C、エターナルティアーズ・オブ・ソロウの前進を結成している。ペッカコッコの兵役が終わると、アンセスターの活動が再開する。活動再開に際しては、アルッティベテライネンが復帰せず、新たに、パシプハッカが加入。加えて、 ペッカコッコの辞定、アンティコッコが加入し4人体制となる。1997年にサードでも、マテリアルワールドコットをリリース。リリース後、パシプハッカーが脱退し、サウリー・リレオヘドが加入。1998年にホースでも、トゥモローをリリース。しかし、元ベーシストのアルティベテライネンが復帰することにな、サウリー・リレオヘドが脱退する。さらに同年中にフィーフスでも、 アンダー・ザ・バーベット・エス・ネストをリリース。しかし、レーベル契約の話はなく、1998年、終わり頃、アンセスターは解散する。アンセスター解散後、間を置くことなくカルマを結成。この時のメンバーは、アンセスター解散時のメンバー、ペッカ・コッコ、アンティ・コッコ、ペトリーさんから、アルティベテライネンの4人に、アンティ・コール・マッティ・タララを加えた5人であった。 また、カルマ結成にあたって、活動の拠点を、プダスヤルビから、オウルへと移している。また、アンセスターでは、スラッシュメタル色の強い音楽性であったが、カルマでは、メロディックデスメタルへと音楽性を転換させている。1999年に、ファーストでも、スビリーオブロザを制作。これによって、スパインファームレコードの参加のスパイクファームレコード、契約した。また、 同年中に、キーボーディストが、パシヒルトラに交代している。2000年にファーストアルバム、スワンプロードをリリース。同年末に、アルティベテライネン、ペトリさんからが脱退し、カタメニアで活動するティモレ・ヘティネンと、ヤン・ネクスミンが加入する。2002年にセカンドアルバム、ゼー、ウィル・リターン。翌2003年にサードアルバム、スワンプ・ソングをリリース。2004年に、 パシヒルトゥラが脱退。すぐにはメンバー補充ができず、サポートを立てることもなく、ライブではギターアンサンブルを強化して対応した。その後、同年中にポイズンブラックなどで活動するマルコス、ネックが加入。2006年にホースアルバム、ザ・ブラック・ワルツをリリース。このアルバムより、ペッカ・コッコのデス・ボイスが今までのものよりも低温に変わった。2008年にフィフスアルバム、 ホーザレボリューションをリリース。日本ではレーベルをキングレコードからユニバーサルインターナショナルに移籍してリリースすることとなった。2010年にシックスアルバム12ゲージをリリース。日本では再びキングレコードからのリリースとなった。2011年9月13日、公式フェイスブック上でマルコスネックの脱退が発表された。 翌2012年2月15日、公認として、ワンモーニングレフトなどで活動する、ベリー・コール・マッティ・カナネンの加入が発表された。ベリー・コール・マッティ・カナネンは、マルコス・ネック脱退後のツアーに、セッションとして参加しており、そのまま正式加入する運びとなった。2013年6月、セブンスアルバム、セブンス・スワム・ハニーをリリース。 2016年3月に初のアジアツアーに際して初来日したが、リードギタリストのアンティコッコが個人的な都合により参加できず、元キュアスのミッコサロバーラをライブセッションに迎えてツアーを観光した。2018年4月に5年ぶりとなるエースアルバムパロをリリース。日本では放題、青ンとしてリリースされる。同年11月に2度目の来日を果たした。なお、 今回の来日では、前回不参加だったリードギタリストのアンティコッコも来日している。アンセスター時代を含めて記載する。日時については、おおよそであり、完全な日時ではない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。